ブセフィラアイランディカ北方ジロガモはカモメカモカに分類される鳥類の一種である。アラスカ南部からカルフォルニア北部にかけての北アメリカ西部とラブラドル半島、グリーンランド南部、アイスランドで繁殖する。陶器も繁殖地沿岸に泊まることが多く、あまり長距離の渡りは行わない。一部の個体はカルフォルニア南部やアメリカ東海岸中部に渡り越冬する。 日本では、名著として、北海道と岩手県で記録がある。体長約45センチメートル。翼海長67から84センチメートル。オスの方が、やや大きい。有生鳥は、頭部が青い光沢を帯びた黒色で、くちばしの基部に、三日月型の黒縁がある。背中は黒く、肩羽に白い縁がある。腹部は白い。 飛翔時に、翼うわつらの白色部分が二つに分かれて見える。成長メスは、頭部が褐色で、首の部分が白く、背中や腹部は、肺褐色である。繁殖期は、内陸の故障や池の周囲に生息する。かなり高い山地の池などでも見られる。非繁殖期は、繁殖地からそれほど離れていない故障や、内湾、海岸などに生息する。ホウジロガモとは、 非常に禁煙な種とされているが、中性はむしろヒメハジロと似ている。植生は主に動物食。繁殖形態は卵性。水辺近くの軌道を利用して映像するが、岩の間に映像することもある。一腹9から11個の卵を産み、放卵日数は32日である。ありがとうございます。